創造図志本木が台北国立高級博物院さん、京図北京港博物院長久保方、数定元年は中国秋代末期に活躍した画人である。白描画に精通し、人物図に優れた。また多くの基本画を制作しその発展に貢献した。暗記賞旧年点の人、字を南岩と称し、聖火古寺と申した。帝は、市大部の出身でありながら、 画人として宮廷に仕えた。線形大鳥に画を学んだ後、陶器商との交友から画法を受けている。山水もよくしたが、ご道子に、司法師仏画や人物画を得意とし、その着色は、現代の二栓の技法によったものとされる。また、北宗の李光林の画法を取り入れ白描画に精通し、とりわけラカンズは秀逸であった。秋夜は、 山水図が前世であったため人物図は長らく停滞していたが、テーラの活躍によってようやく大きく進展した。市の陶器省はこの業績を300年来の開挙と称賛し、片薫は山聖教画論でその人物図を容姿殺走、出力優位と評している。テーの故郷である奇襲はホリイタやセースミ業が発達し、出版事業が盛んであったことで、 多くの挿絵を描いている。タレうろの編集した墨園に精妙な挿絵が描かれている。またこのような出版の関係から旧版画の発達にも貢献した。著作に、テ南和集がある。新因合成、テイク崩壊画展台北国立呼吸博物院、サイト。ありがとうございます。